はい、ではこちら3階ですね。はい、お願いします。はい、こちらはですね、郡由美さんの、グリーンエアプレイン、はい、壁の向こうへというタイトルのインスタレーション作品になります。で、今回その、展覧会としては3つの要素になっていまして、これは大阪ゆかりのアーティストということで今回、お願いをして作っていただいてます。はい、まあ、ただ郡さん自体は別にその元々は大阪にゆかりがあったわけではなくて、まあ、名古屋出身で、まあ、京都府立大学を卒業後、まあ、建築事務所とかで働きながらアーティスト活動をしていた。はい、でニューヨークを拠点にですね、活動していて、東京とかでも例えばメゾンエルメスで個展をやったりっていうことをやってたんですけども、まあ、5年ぐらい前からですね、大阪工業大学の教授になられて、もう大阪に住んでですね、大阪で教え、そして活動しているということで選んでいます。で、実は郡さんはですね、アートローグの事務所の斜め下に事務所がありまして、でたまたま全く別のお仕事の話で打ち合わせをしに行った時に、はい、まあ、あちらの、紙飛行機がですね、大きな、はい、窓に突き刺さってたわけです。ああ、本当だ。あれ、まあ、突き刺さって外に飛び出てるわけなんですけども、はい、であれが刺さってて、はい、であれ何ですかって聞いたら、いや実は今度、安藤忠雄さんが設計した、はい、日本橋の家っていう、もともと住宅だった、はい、今ギャラリー使いしているところで個展をやるのっていう話があってですね、はい、で、あの作品すごい面白いなと思って、じゃあこっちでも千葉のビルで展覧会やるんで何かやってくださいよっていう話をしました。はい、じゃあいいよって言って軽く引き受けてくれたんですけども、はい、まあ郡さん自身、紙飛行機1個をですね、なんかどっかのガラスにつけるぐらいだと思っていたらしいんですけども、はい、まあ、内覧会の確か3日か4日前ぐらいに、はい、ここに来て、はい、いやこの部屋全部ですよって言ってで急遽ってなって、でこういうインスタレーションになりました。でここもですね、もともと本当にかなり薄い汚れた、もうカーペットもちょっと剥がれたりしてるような部屋だったんですけど、この元々あったカーペットを全部こうバーッと剥がしてですね、でその下にこの黒いのがあるのはこれ OA 床って言って、ですね、はい、ケーブルとかをかわすために、オフィスとかでよく使われてるやつなんですけど、はい、まあ、それがたまたまこういうふうに出てきたので、じゃあ黒いみたいにしようってことになり、でここに引いてあるこの、はい、まあ、人工芝ですね。これ人工芝はこのビルを持っている2つの株式会社さんが別のことでたまたま使った、イベントで使ったものがこのビルの中にあったのをたまたま見つけて使っているというもので、でこの作品自体はですね、まあ、その今コロナの時代になってもう本当にどこに行っても例えばアクリル板だったりですね、物理的なバリアがいっぱいあるんですね。でまたこう見えない壁として心理的にもなんか自粛とかって言ってバリアがあって、だから願いとか思いっていうのが、まあ、皆さんも本当に、ね、やりたかったこともできなかったりしたりすると思うんですね。でそういうものを願い思いっていうのが届けにくい時代だと思います。ただそれもですね、こうやはり意思の力さえあれば、ああいう本来は脆弱な紙飛行機ですらそういうバリアを突破できるんだっていう思いが込められていて、でここに来ていただいたらですね、はい、まあ、あちらに紙とペンが用意されているんですけども、はい、まあ、自由にですね、願いとかそういう伝えたいこととかをこう紙に書いていただいて、でそれを、紙飛行機にしていただいて、はい、そして思いっきり飛ばしてもらうと、うん、でここで思いっきり飛ばす、はい、で飛ばすことによって、まあ、物質としての紙飛行機はここにとどまるかもしれないけども、その思いや願いというのは意志の力によって、まあ、これを突き抜けてですね、まあ、飛んでいく、そして伝わっていくだろうというようなことが込められている。
実際確かに何か文字があったり。そうなんですよですね。でこれ応援力が出てきたことによって、はい、あのたまたまなんですけどそれぞれ刺さってるっていうそれがまたビジュアルとしても面白くなってますので、で今夕方のもう、19時ぐらいなんですけども、はい、ぼんやりと緑色に光ってるんですけども、うん、これあの夜になると、はい、外から来るとですねここ自体にも緑色に光ってる、うん、青い緑の照明が今ちょっと柱の向こうかそうなんです。だからぼんやりと外から見るとそれが見えるというようなインスタレーションになっています。このあのブルーの紙飛行機ってのは元々そのあの事務所にあったのもその緑色だったんですか。事務所にあったのも緑色ですね。はい。これが安藤忠雄建築の。日本橋の家っていう元々家だったんですけど、まあこれもここで緑色に光ってなってるんですけど、まあこれもよくここに住んでたなっていうようなオーナーさんに聞いたらここがリビングだったって言ってて、ここでどうやって団らんしてたんですかって言って、家族4人でどうやって暮らしてたんですかって、いや普通にこう階段とかにみんな座って団らんしてたよって言って、楽しそう。まあ、楽しそうですよね。まあ見方を変えれば、はい、ポジティブにね。ポジティブに見れば、まあ、そういうところでやってました。これ8月1日までだったんでもう終わっちゃったんですけど、まあこれも同時開催ということで、はい。でこれが郡さんの作品。はい、なので皆さんも、そうですね。いつまででしたっけ？会期長いですよね。はい、2021年9月5日まで。9月5日まで。で、はい、今やっているのは金土日祝を開館しています。はい。はい、あ、そっか。今日金曜だから僕は来れたっていうか。そうなの。指定されたんで。広報料をいただいたんですよね。なるほどなるほど。はい。はい。まあちょっと詳細は概要欄とかで。載せますので、そちらから予約リンクなどで、ね、予約していただければと思います。じゃあ、隣の部屋行きますか。3階は、あ、3階隣も行きます。はい、じゃあ入ります。このままじゃあこのままカットせずに参ります。はい、おはい。でこちらの部屋がですね、具体の堀尾貞治さんと、うん、思い高之さんの2人のプロジェクトのインスタレーションです。でここにあるものっていうのは何かというと、これ全て作品一個一個が1キロで作られていて、そしてそれを1000個作ることによって、まあ、1トン彫刻というものを作っているプロジェクトです。で堀尾さん自身は、まあ、堀尾さんはもう2018年に亡くなられてしまったんですけども、はい、まあ、その意思を引き継いでそのまま継続してやっているという友井さんがやってます。はい、で友井さん自身がお仕事として舞台とか映画のセットの実は制作のお仕事もされていて、でそこで余った材料とかを、まあ、堀尾さんがそれ全部取っとけと言って指示を出してて、で堀尾さんが、その友井さんのスタジオにちょこちょこ来てはなんか2人で無言でこれ2時間ぐらい作りもう完全に無言らしいんですけど、集中してって言ってるんですか。そう、まあ修行って言ってましたけど友井さんは、はい、で2時間ぐらいしたら作ったのを並べてなんか酒飲みながらこれよあれみたいなことを言っていくと。まあ、なんか僕は多分こう、はい、本当にその彫刻のドローイングみたいなもんじゃないかなと思っていて、で即興でこういうのを作ってると。で溶接してるものも結構ある。そうですね、結構っていうかもうほとんど溶接してますね。すごいな。でその、はい、まあ、余った部材っていうものは、まあ、ともすれば廃材とかゴミっていうふうに言われがちだと思うんですけども、まあ、ゴミの概念っていうのは一度人間が所有してそれを不必要になったものをゴミと言っているんですね。
まあ、ただそのアーティストたちからすればそれらは別にゴミではなくてマテリアルになる、はい、というものですね。でこれ自体どういうふうにその保管しているかっていうと、もうスタジオの外に出しても野ざらしにしてるらしくて、うん、そのサビとかももうそのままにしろっていうようなことを言われてるらしくてですね、うん、つまりそのサビるとか経年劣化っていうもの自体もその見にくいことっていうわけではなく、まあ美しい変化だと多分捉えているんだろうなと思います、うん、はい、まあ、価値検討ですね、うん、なるほどね。いや面白いですね。これ全部で何点あるんですか？ここにはですね、はい、400点ぐらい400点くらいあって展示するのも大変でしたね。ねえ、まあアーティストにお任せしちゃってるですけど、はい、でもともとこれ見えるかな、まあこう本当に、あ、もともとの空間は何の変哲もない汚いぐらいオフィスルームだったんですけど、はい、まあ、見事にこうインスタレーションとしてこの空間が蘇ったなと思った。割とここはじゃあ床とかも変えてない感じなんですか？これ全く変えてないですね。で隣の部屋と全く一緒で、この下大江床なんで、そうなんですよ。だからたまたまそういう床なんでこうぶっ刺して展示ができて、そうかそうか。だからこのくらい浮いたり離れたりとかしてたっていうことなんですか？そうなんです。隣もそうです。これは確かにちょっと厳しいですね。このまま使うと、ね、そう、逆にそれを利用するというか効果的にできる作品っていうことですね、うん、はい、だからまあ僕自身もこの3階は、うん、どうしたもんかなと思ってたんですけど、はい、まあ2人のアーティストが見事にこうやってくれましたね、うん、で最後はあの、はい、こうライトを転がしてくれたことで、はい、こう照明が当たってですね、非常にこう影がまた美しいなと思って、うん、なんかああいうのが1個ぐらいおしゃれカフェとかについてるとかっこいいからなぁ、ね、で本来これがまずその1000キロ1000カ所プロジェクトみたいな感じで、そんなにあるんですか？そうです、あの1000個作ったものを1000箇所にばらまくっていうことを、まあ、プロジェクトとしてやってて、で1人1000円払ってくれたり1個持って帰れるように。安いんですよむちゃくちゃ安いんですよ。ただ1キロありますけど、そう、まあでもキロ換算しても安いって安いですねただまあちょっと最初からやるとなんか歯抜け状態になるなと思って今止めてるんですけど、でもやっぱりアートね、好きな人たちがみんな見に来たらあれを撮っとけ、これ撮っとけって言って、これとかもすごい複雑な形ですよ、面白いなと思って、まあ、どれもね、そうなんですよ、一個一個面白い。結構ね、よくよく見てると結構面白いんですよ、ね、だからよく確かにこれを黙々とやらないと作れないっていう。いや、ここは本当にもうすごい形にここになったなと思っています、うん、なんか彫刻だとそうですね、影とかやっぱマルセル・デュシャンのあのなんだっけ、輪郭の作品とかいろいろ、ね、なんだっけ忘れたけど、影をうまく使って展示してるものとかもあるし、井の倉源一郎さんとのちっちゃいなんか遊びのようなこういう針金とかで彫刻を作ったりしてたのも、なんかよりもっと本格的だって言っちゃうんだけど、でそのね、廃品に限定してっていうところのコンセプトで、うん、両さんの作品としてもやっぱ通底してるものがあると思いますし、うんうん、まあ、これ本当に一点一点全部にサインが、はい、入ってます。そうなんですか。はい、まあ、ただもうほとんどが、はい、ともいさんのサインになってるんですけども、はい、まあ、この中に6点ぐらいは堀尾さんのサインがあるらしくて、はい、じゃあもう危なく踏んじゃう。一応ね、これ全然触ってもらって構わないものなんですけど、はい、怪我だけしなければ、はいはい、という作品群ですか。普段もじゃあ外に置いてあるの？
これ全部外に置いてあると言ってます。基本的にはやっぱ外に置いて変化とか劣化っていうかそれをあえて生じさせ続けるっていうふうな、そうですね、コンセプトなんですね。はい、もうそれすらもっていう形でやってますね。僕最初に大阪の西テーマのギャラリーで個展をした時に堀尾さんが見にいらしてくれて、はい、でその時にすごい僕の作品をこれは傑作だってすごい言ってくれて、おでなんかすごい自信、このおっちゃん誰よなって思ってたんですけどあそうだ、具体の人なんやとかと思ってすごい嬉しかったっていう、自信になった。へえ、それすごいですね。いや誰でも言ってたかもしれないんだけど、いやいやいやなかなか言わないと思いますよ。そうですか、これはまた失いかけた自信がまた、うん、では、はい、いや先日立畑明先生、はい、まあ、タワビの学長でもあると、はい、立畑明先生が来られて、はいはい、で堀尾さんは彼は天才なんだよって言って、はい、言ってたんで、その天才にまた認められたというのは素晴らしいと思いますよ。恐れ入ります本当の話ですはい、はい、じゃあここは3階はここまでです。奥まで入っていってもいい？あ、皆さんもどこまででも、もう、なるほどね、はい、どこまで入っていただいてもかな、ちょっとまた見え方とかディテールが見えるし、そうですね、今日来ちゃってた影の形とかも楽しめる。これでも昼間に来るよりはルートまたちょっと自然光が入ってくるとちょっと違うんですかね。ちょっと違いますね。あ、ちなみにこれが、はい、南條文雄さんがこれって、はい、あ、セレクション、もう赤丸がついてる。南條文雄さんのセレクションです。まあちょいちょいこれを置いておいてっていうのはい、こう、いいなあ。もうじゃあ予約はできるんですか？いや、別に予約取ってるわけではないんですけど、はい、一応口頭で、なんか、これは取っといてね。なるほど。言ってますね、皆さん。勝手に。それが保証されるかどうかわからない。そう、保証されるかどうかは全然わからない。そういう宣言はなされて、はい、物があると。へーって聞いておきます。はい、ここが。はい、ありがとうございます。はい。では次が5階ですか？4階ですね、はいはい、じゃあ、3階部分はここで1階また切らせていただきます。はい、はい。